かわいいエプロン姿のあなた、ティナーのテーブルに微笑みの日。ありがとうございます。ザギ落ちます。また理由はオープニング見て。あ、2番の人がいる。2番の人いた。作戦なのか分かんないんですけど、しらすちゃんに誘われたんで、マリオさん一緒に映たいっていう上目遣い。それで断れないでしょと思って。マリオさんいるかな。待ってる。どこにあんねやろ。もしかして撮られへんとか。シンホさんもいますよ。シンホ今日はじゃあ並びで、ありがとうございます。並びでシンデレラブレイの方に座りたいと思います。スラスちゃんと頑張ります。シンデレラブレイの方撮れました。始まりました。せーの、ライトエプロン。第3回目ですね、はい、3回目でようやく、担当ディレクターさんが来てくれると。よかったです。で、3回目の収録でだいぶ慣れてきたところではあるんですけど、はい、まあ、一応ルールのおさらいとして、はい、3回実践をしまして、一番成績の悪かったマイナス3の方が、あとの2人に、自腹かつ手料理でもてなすっていう。はい、ありがとうございます。で、今日3回目でございます。結果が結果がね、はい、出るんですよ。で、一応今の順位としてとしましては、1位がしらすちゃん、はい、では2位が私、はい、で3位がれんれんです。で、この3枚が結構辛いってて、しかもなんか朝車で、うん、私パチンコもう巻き返すには全く分からへんけどパチンコしかないってマリアさんとしらすちゃんに言ったんですけど、うん、マリアさんが、でも1000枚しか変わらへんからスロットでも全然可能性あるでって言われて、ちょっとスロットも考えたんですけど、はい、パッて見た時にどこが1000枚なんやろうと思って。2213。マリアさんめっちゃ嘘つくじゃないですか。1000枚って言ってたよ。めっちゃ嘘つくやん。スロット行かせようとしてたでしょ。そんなことない。先輩ね、うん、嘘ついたん。私嘘ついた、もしかして。めっちゃ嘘ついてたやん。全然違うやん。勘違いしてて、勘違いしててこれ言うと、一応プラスしらすちゃんが45枚で、私がマイナス388枚の、れんれんが2213枚です。2213枚で勘違いしてて、勘違いしてた。嘘ついたわけじゃないけど勘違いしてて、危なくスロットに、ね、しかもなんかルールを私忘れちゃってて、はい、朝スロットちょろっと打ってからパチンコ移動したらいいやとか言ってて、そう、移動できないっていうのをすっかり忘れて、すっかり何も覚えてないダメな先輩で本当申し訳ないんですけど、相談したんですよ、あの前津師匠に。あ、前津さんね、プチプチ前津みたいなもんじゃないですか。そうだね、ちらもプチ前津してるからジャギー行けって言われたから。ジャギー。なるほど。しらすちゃんはなんか作戦みたいなのある？1位ですけどね、はい、今作戦としてはやっぱり弱気にならずに、もう絶対1位は譲らないぞって気持ちで突っ走りたいなって思います。45枚やけど。でも4プラスですもん、私だけ。でも45枚やから。そうですね、全然まだ、まあ、全然45枚プラスで、そんなマイナスになりますね。いけますよ、全然変わらないからね。ということで今日は結果が出ますし、この後に料理パートも、はい、収録だから後にれんれんの追い上げがどうなるかっていうところですね。私にかかってるとこありますもんね。お腹すかせとこ、お腹すかせとこうな。お昼はちょっと少なめにしてな。はい。ということでそんな感じで実践に参りたいと思います。お願いします。いきます。はい、せーの、はい、ライトエプロン。ということで、れんれんはパチンコ、私たちはシンデレラブレイド4を並びで、朝はスタートしたいと思います。朝はスタートしたいと思うっていうか、移動できないので。朝はそうなんです、いつも忘れちゃう。
じゃあスタートしましょう。はい、お願いします。はい、もうこれは隠しきれない据え置きなんですけど6周決めってなったので出ちゃってます。1ゲームしか回せない。いやもうダスラスさんはリセットっぽいよね。1周決めだね。でもなんか前日前々日とかもなんかそんなへこんでるわけじゃなくて、まあ中間あってもいいのかなみたいな、ちょいプラスで終わってる台ではあるんですが、まあもうそんな据え置きだろうがリセットだろうが移動できないんでね。結構打つこのシンデレラブレイド。いや今日2回目なんです。あ、2回目か、はい、1回目、うんうん、あ、よかった、はい、本当はレンレンもスロットに誘ってやっぱさ、様子が見れないのが一番怖いわけじゃん。怖いじゃん、出てるかもしれないし、出てるかもって思うのが怖いから、どうにかスロットに行かせようとしたけどダメだったそういう作戦だったんだよね、うん、でも嘘ついたんじゃない、本当に。でもね、ちょっと忘れてたの結果を。あ、一周決め、一周決め来ましたよ、ね、レベル1のままやな。全然引けてないです。さっき表役大事って言った。ちょっと厳しい姉妹が一番強いもんね、姉妹がね。全然やられる、全然やられるね。一周決めダメだったか。サクサクいきますね、2周決めです。一応天井まで18周決めまで行けば、はい、お尻ペンペンタイプから、はい、いい響きですねもうおじさんやん、それは。いい響きは。いや、若い子のお尻はいいですよいや、スラスさんのお尻もいいと思うあ、なんか、マリアさん前一緒に移動した時に、うんうん、いいお尻してるねって。普通にセクハラ、それ言ってたね。はい、すごい後ろ姿がね、すごい良かった。赤い赤い、これはチェリーピンク狙って、あ、ショーチェリーです。いいよ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 、なんか応援してしまってますけどいいよなるほど、うん、あ、間違えた、これスイカですね。うん、バシャ見てきたらダメじゃない。取りこぼしたんですけど、めちゃくちゃ上がりました、レベル5まで行きましたあ、5まで行ったら、しかもまだ20ゲーム以上残ってるわけでしょ。ありますね。だったらもう10まで行けばね、当たりのコーナーだからね。あ、いいねいいねいいね、いい点です、いい感じだよ。あ、いけそうだな、うん、ちょっと今子役のブームが来てます。子役ブーム、アテナさんが、お、それ欲しいね。アテナさん、姉妹の絆、レベル上げの特化ゾーン。あ、いた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 、早い、姉妹の絆入りました。来たよ、これで10まで貯めれる可能性あるよ。10まで行きたい。あー、10まで行かへんか。8です、今。でもまだ、あ、でも行けそう、行ける、行ける。子役を、うん、子役を引くとホールド。オッケーするので、お、いいねいいね、行くじゃない。これはチェリー、チェリー、あーとちょっと、あとちょっと、9まで来ました。9まで来ました。安心したい、安心したいね、安心したいです。おスイッチ、どうしてもまだ行ってないもんな、そんなに。あ、そう、ね、嘘、微妙、ちょっと今行ってます。いや、でもまだ4本行ったんちゃう。でもこれはさすが、あー、行った行った、これはもう行きました。お尻ペンペン行きます。おめでとう、おめでとう。これでチャンスゾーンだね。はい、でも当たった、すっごい当たったから回されてまだなんですよね。まだこれからの、こっからチャンスゾーン、はい、熱流戦線の2分のやつ、2分パートの前半後半のやついきます。朝オープニングでも言った通りに、ゼンツさんにおすすめされたジャギを打ちたいと思っております。正直パチンコは本当に分からなくて不安でいっぱいなんですけども、もう確率とか、あ、
率とかも、もう知らん方がこれで当たるとかで楽しみたいなと思ってます。期待度とかも知らない方が、お、よし、よし、よし、そういうことか。ほうきちゃん18、おお、お、転廃してます。4、あれ、ゼンツさんが言うには転廃したらすごく熱いって言ってたのに鵜呑みにしてしまった。あ、びっくりした、びっくりした。ジャグ、白、青、29、あと31秒、テンパイするのがあったことですか。あー、ネクスト、すごい、本当に須田動画も、あ、激アツ、激アツ、これは激アツ来た。3まで行きます。チャンスが赤いです。でもドレミさんが言ってました、パチンコの赤はあまり信じないでって。スロットでは熱いけど、いつやしだ、頑張れ頑張れ、あー、プッシュ長押し、頑張れ、100いけ、2段91、陶器90、のこれは37回転でお願いします。青、緑、緑、緑か、ショック、 You are shocked、あの100の時点で当たってたのか、当たりました。怖い、緊張かった、めっちゃ怖いんですけど、こっち、あー、究極無双、四大演出ので、めっちゃ怖いんですけど、今日ちょっと朝、うわー動いた、うわー、何効果、え、当たらんかった、え、あの100は何、え、フリーズのやつだ、違う、わーすごい楽しい、本当に心臓がすごく、ありがとうございます、当たりよかった、え、こんな感じもあるんだ、投資が25本の38ゲームで当たりました。ちょっと慌てすぎてすいません。ラッシュが 35% で入ると教わります。心臓痛い、理解しました、お願いします、頑張れ、 70% 当たりましょう、はい、
なんだ、なんだ、いけ、バイブってるぞ、バイブってるぞ、いけ、よしよし、まさに頑張れ、ファイナルでとかもやばい、お願いします、オッケーさん、バイバイ、え、これはどうや、ダメやったの、あ、え、俺より早い癒しなど存在しないモード、俺より存在しないモード、終わっちゃった、ちょっと期待しちゃいました、ファーストラウンド突破したことによってちょっと期待しちゃいました、ラス無理でした、あーそっかー、我々はやらつなど何倍しないモード、あ、赤文字出ましたよ、レディー、うわー、私一撃より連打が好きです、個人的な、はい、お、なんかバルブ、バイブ、テイクマーツグランプリ GP、激しい激しい、ジャギってちょっと怖いな顔、あーちょっと後ろに見てきてくださってありがとうございます、え、7回転でしかも当たったちょっとわからないです、何がどうなったらいいかちょっと私たちも分かってないから、どうなってる、ですけど、ラッシュは入れなかったんですね、で、俺より速いやつはいねえぞみたいな感じで、あのボーナスが終わった後に入る、ゾーンに入ってます、やばい、いいゾーン、ちょっと頑張る、ここで、ああでもアミバ、ここで当たったらみたいなことなんかな、ここで当たったらってことか、お願いします、強いですね、ごめんなさい、右から見ると見えないな、あかん、あかん、よーしゃー、頑張ったバイク、頑張ったバイク、頑張った、え、でもまだあるの、あるの、もう終わり、はい、終わりです、終わり、無理でした、怖かった、なんか全部熱そうに見えます、なんか全部わかる、パチンコあんま出たいもんなですね、なんで来てくださったんですか、なんかあらぬ雰囲気を感じました、私たちが、あ、なんかあ、やばいみたいな、全然ですもうすぐ終わりました、こっちはちょっと安心した、はい、もうすごいことになってるなと思って、うん、すごいことになってるかもみたいな思って、とんでもないです、パニックになったけど大丈夫やった、意外と意外と大丈夫マリアさんが一番危険ですもんね、え、何、2位なんて分かんないですもんね危ないよ、私すぐケツまくられるからちょっとビクビクしてる、まだ当たってないし、食べたいですよね、食べたいです、絶対嫌よ絶対嫌、何も用意してきてないやばい、当たったんですけど、多分天井じゃないよね、スルーサラって書いてあったから、え、でも分かんないよね、最後までご視聴ありがとうございました、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、せーの、愛とエプロン、間違えた、ギャー